性的元気。あの日見せた泣き顔、涙照らす夕日、肩のぬくもり、消し去ろうと願うたびに、心が体が君を覚えている。 Your love forever 瞳を閉じて君を描くよ、それだけでいい。目閉じれやん。はい、全国の陽介的電気ファンの皆さん、こんにちは。コンビニでこれとこれのコラボレーションとかいうのを見つけてきましたので買ってきました。ババン。小池屋ポテトチップスコーンポタージュ味、タッタラン。イエーイ。じっくりコトコトこんがりパン、コーンポタージュの美味しさがパリッとしたポテトチップスになりました。濃厚で優しい美味しさをお楽しみください。お楽しみください。お楽しみください。ポッカ札幌のじっくりコトコトこんがりパンコーンポタージュは、こんがりと焼き上げた一口サイズのパンととろり濃厚なコーンポタージュが絡まる美味しさを楽しめるカップタイプのパン入りスープですと。そのパン入りスープをそのままポテトチップスにしましたという、まあよくわからないんですが、コーンポタージュってあれなんとか屋さん名前わかんないんだけど、コーンポタージュっていうこのスナック菓子があるんですよ。それのまあ対抗意識を燃やしてるんじゃないかと。コーンポタージュ味食べてみたいと思います。オープン。おお、なんかねポテチなんだけど、ポテトチップスの匂いがねちゃんとするんだけど、その横にコーンポタージュがいるから、ポテトチップスの顔、あ、ポテトチップスの匂いねっていう横でコーンポタージュですみたいな。なんの話やねん。そんな感じ、そんな感じ。じゃあ 65g ですから、まあ普通のポテチぐらいですね。最近でもほんとポテチ少なくなったよね、量がね。はい、食べたいと思います。いただきます。あー、うん、ありっちゃあり、うん、ありだね。確かにコーンポタージュの味がするのね。でも、いつやったっけあれ、ガリガリ君のコーンポタージュ味、あんな感じなのよ。だからなんか食べてんだけど、コーンポタージュの味が後からゴンゴンゴンくるみたいな。このポテトの塩が甘さを引き立てる感じで、しょっぱさの後にコーンポタージュのコーンポタージュっていうのがくる。だから結構美味しいねこれね。思ってるよりも食べれる。だから冬にこたつとかで食べたいからとか、ストーブの前で食べたいね。まあこれを食べてじっくりコトコトこんがりパンコポ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 、あははは、うんうん、あは。じっくりコトコトこんがりパンのコーンポタージュ、あ、脳がないんだね。じっくりコトコトこんがりパンコーンポタージュとろーり濃厚クリーミー。言えるよ、言えるよ、言えるよ。じっくりコトコトコーンがもうええっちゅうな。これのまあ一度食べてみたいよねっていう風につながればいいかな。これを見かけて、あ、これこの間コーンポタージュ味食べた、あ、それのやつやみたいなね感じになれば、いつもでこれを食べてる方は、お、これのポテチ出てるみたいな、そういう相乗効果でいいんじゃないかと思います。ということで、じっくりコトコトこんがりパンコーンポタージュ濃厚クリーミー味でございました。それでは皆さん、さようなら。チャン。瞳を閉じて君を描くよ、それだけでいい。たとえ季節が僕の心を置き去りにしても、助けは求めてませんけどね。誰か助けてくださいっていうほどではないです。美味しいです。はい、ゆうすけ的天気はチャンネル登録、コメント、高評価どんどん募集していますので、下の方にね、この下の欄にコメント、リクエスト、質問と何でも気軽にお書きください。それから Twitter、アメブロ、Facebook、ツイキャス全て含めてゆうすけ的天気よろしくお願いします。下の説明欄にリンクいろいろ貼ってますので、スマホの方はこちらからよろしくお願いします。